よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ね、50本ということで。じゃあ、ね、じゃあ一言初めに言うと、はい、50本ネタを作ったり、あと編集する人たちが100本連続で流すわけでしょ。それが大変。100本って最初軽く言いましたけど、はい、実際には100本ってやってみると結構大変で、まあ、築地っていうと新鮮だとか食べ比べだとか、そういう食に関することももちろんすごく海鮮丼だとかねあったんですけど、器とか料理道具だとかそういったものもしっかり入っていたし、あと通り名だとかね、実際に通り名書いてないんですよ築地って。なのにあこれ東通りね西通りねっていうような特集もあったり、まあ、そういうのもあって我々の知らないところで結構自分自身も勉強になったり、あそうなのかこのお店こういうもの売ってんだとか、そういうのも非常にあったんで、なんか印象に残ったのをちょっと言うと、あの米本コーヒーの昔ジョン・レノンが来ていたという、 あれ感動しません？感動しますね。ここ5年10年でできたコーヒー屋さんじゃなくて、ジョンの小野洋子さんと、小野洋子さんと、はい、絵的には、うん、わら焼き、あ、ね、一番最初ですね、カツオのわら焼き、プチあの炎の力はすごい、うん、あれでも結構築地らしいなって思ったの、あのインパクトはすごかったですね。そうです、ね、第1回目の後あれどこにあるの、すごいたくさん聞かれました。あ 僕もね街中歩いてって、うん、意外にやっぱりそういう風な見た、ね、自分たち仕事してるから、うん、他の店見えないじゃないですか、うんうん、あれはなんかこう街の人たちも、うん、実際周りのお店そんなに見えてないと思うんですね、働いてる風景とか。それは面白いなってよく言われて、すごく意外がいっぱいあって、例えば菅商店のシューマイも中で手作りで一個一個作っている、あれをやっぱり販売してるから美味しいんだなっていうのも、ああそうかと思ったり、あとお店以外で言うと、よく水色の T シャツを着たちょっと太っちょが出てきますけど、あの人気になるんですよ俺、あの街で一番俺街のもの食べてると、そう、それで、食レポかなと思うと黙々と食べてる人間がいて、ちょっと太っちょ水色男、鈴木さんです、事務局の鈴木というものがやってるんですが、あれがまた味があって黙々と食べてます、もう美味しいものは喋る必要ないっていう主義なんです彼は。もう美味しそうにまた食べるのと、まあ、これから51本目以降はいろんな形でこう各店舗以外にもこう地域のことを、例えば本願寺さんだとか、あとは浪岡神社さんだとか、築地はここが築地で、あの来てもらうのはもちろん大事だけども、今外にどんどん出てってるじゃないですか、で外国も送れないものがあった時に築地すごいなと思うのは、作っちゃおうっていう人がいるじゃないですか、いますね、それはもう海外に行って作ってる人もいるんで、その特集とかしたいね。いやー、やっぱりいろいろな方に助けられてるんで、うん、そのも含めて、あとは今おっしゃったように世界に飛び出してる人たちもいるんで、うん、そういう人たちを後半戦ご紹介したりして、なんかそれが築地のパワーとなっているので、後半戦これから折り返しということですけれども、さらなるパワーアップで51本目から100人まっしぐらに進んでいこうと思ってますので、っていうことですよね。そうですね、はい、ちなみにあの100回目に最終回に重大発表があるって聞いたんですけど、はい、そうなんですよ。それは今教えてもらえますか？いや教えられません。それはね、ちょっと大きいことだと思う。これは3本目見てくださった人にしか教えられません。今の段階ではちょっと言えませんけど、最初の一文字だけでも、まあそんな感じだね。今すごい大きいヒントだ。俺全然分かんなかったけど大きいヒントだと思いますよ。100本取った暁にはいろんなすごいパワーの情報を流しますから、ぜひその後も期待していただければ。築地は進化してますので、100本に向けて頑張りますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。また見てください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。